はい、こんにちは、こんばんは。ベンジャミン・ナブです。よろしくお願いします。今日はですね、こちらですね。トーン!ドッカーン!ハードオフで買った、動作未確認、ジャンク品ですね。RX570。こちらとなります。こちらね、動作未確認、ハードオフのジャンクで売ってたんですよ。確かね、3300円かな。動作未確認で3300円じゃ、はっきり言って安くもなんともないんですが、まあ、昨今のね、値上げブームっていうんですが、それがね、ハードオフにも押し寄せまして、最近ね、ハードオフもなんかね、値上がり調なんですよね。例えばなんですけど、ジャンク電源、550円がなんていうの、セオリーじゃないですか。結構ね、550円電源って今なくなってきてて、結構ね、1000円電源、1100円電源ってのが多くなってきてるんですよね。あとジャンクのマザーボード、あれもさ550円とか結構あったんですけど、最近ね1650円、1500円の税込みみたいなのがね結構多い。でこのジャンクグラボに関しても、前はね1650円とかで結構ジャンクでいっぱいあったんですよ、1000円とかで。それがですね、昨今はですね3000円ですよ、ジャンクで。しかも RX の570が高くないですかと思ったんだけど、もうこういうのしか売ってないから、もうしょうがなく買ってきました。動作未確認なんで、動いてもね動かなくてもどっちでもいいんですけど、まあハードオフの動作未確認は結構動くんですよ。それをねちょっと検証していきたいと思ってやっていこうと思ってます。はい、こちらね、まあ RX の570なんで、はっきり言ってジャンクなら1650円ぐらいで欲しいよね。3000のジャンクはねえなって感じするけど、まあ動作確認していきましょう。ポン。一応なんですけど、ショートチェックぐらいしましょうかってことで、抵抗値をねちょっと見ていきましょう。わかんねえわかんねえっていうか、わかんねえよな、わかんねえっていうか、ちょっと低くない？抵抗値ちょっと低い気がする。これも気持ち低い気すんな。4キロオーム低くね？10キロぐらいないっけこれって。15ぐらい。4キロオームっすね。ちょっと低い気がするね、なんか。はい、一応ショートチェックしてよくわからないんですけどやっていきましょう。はい、それではね起動確認していきましょう。スイッチ入れますね。はい、スイッチ入れました。補助電源挿してね。はい、補助電源挿しましたんでスイッチ入れます。いきます。ハードオフで買った動作未確認 RX570 ジャンク品、3300円は起動するのか。いきますよ。スイッチオン。あ、ダメだ。おー、ハードオフ。ダメだ。ダメだ。ちょっと一回切ります。もう一回。スイッチオン。あ、産んでもなきゃ済んでもないね。あ、ダメだ。ハードオフの動作未確認ダメ。おお、ダメだ。ダメ。あ、ダメ、ハードオフなのに。もうダメだ。へえ。そう。あ、そうですか。ダメだ。なんか何も熱くなんないし。はい。ダメです。ダメ。はい。こちらね、確認してきました。ダメでしたね。産んでもなきゃ済んでもない。そんでこちら。ハードオフでね、俺買った時に写真撮ってきたんですよ。そしたらね、これね、動作未確認じゃなくて、出力しないって書いてあったんですよね。だからこれは動作未確認じゃなかったっす。出力しないってなってて、本当に出力しませんでした。出力しないっていうかね、これなんか産んでもなきゃ済んでもないっすね。なんか、何にも発熱もしないし、何にも熱くならないし、なんかよくわかんないですけど、これちょっと全然ダメですね。だからこちらはもう要修理ですね、こちらは。まあ、こちらとかいいよね。3000円ぐらいで買って、壊れてもいいじゃん、別に。だから修理をできますよね。いい感じで。だこちらはね、ちょっと修理動画に回したいと思います。で、出力しないってなってたんで、動作未確認じゃないです。すいませんでした。
はい、だからちゃんとしてましたね、そのハードオークさんで、ね、ちゃんと調べた感じですね。はい、そんな感じです。それではまたね、バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンを押してもらいますとものすごく励みになります。また見てねー。